こんにちは、メンバーシップ情報でございます。今回の情報はね、お知らせしていいのかどうか悩んだんですけども、お知らせすることにします。ズバリですね、子供服転売の稼ぎ方、しかも超稼げます。私はやりません。ただ私もね、実は子供のね服をメルカリとかで買ってるわけなんですよ。もちろん新品で買うこともありますけども、その中で、あ、この方法使ってるやつが結構いるなと思ったんですよ。で、それを今回はメンバーシップ情報でお知らせします。もちろんこれ禁じられた方法でもないですし、法的に無理な方法でも全然ないです。ただ私はあんまりこの方法はやんない方がいいかなと思ってます。ただ私が個人で思ってるだけで、世の中的には全然 OK な方法です。それをまあそうですね、含めてメンバーシップの方で聞いていただければと思います。とにかくこれ実行したらね、バシバシ儲かります。子供服の転売なんですけども、この方法だったらリスクなく儲かるわみたいなのがね、ものすごいありますね。これはすごい儲かります。私はやりませんけどね。そしてこの方法は私がいろいろ子供服を買う中で気がついたんです。こういうことやってるなって。私がどういうふうなことに気がついたのか、興味のある方は速稼塾の情報倉庫390円で月額入りますんで、今回の情報を1個ゲットするだけで抜けてもいいですから、まずメンバーシップ入られてみてください。それではね、その内容はメンバーシップの方でお知らせします。やればこれかなり儲かります。儲かるんですけども、私はこういう方法は、お勧めしません。というのが、私はね、もっともっとでかい金額をたくさんの人に喜ばれながら、もちろん今これね、メンバーシップでお話しするこの子供服の転売も喜ばれますけども、ただちょっと私はここまでしなくてもいいんじゃないかなと思ってるんで、やりません。でもおすすめしないわけじゃないです。こういうのもあるから、まあやってみたらいいんじゃないですかってことは言えますけどもね、私はやらないってだけですね。じゃあメンバーシップでお待ちしております。以上です。ありがとうございました。